安足場仙石公園は、鹿児島県大島郡瀬戸内町の掛けろ島東端に、ある公園、奄美大島要塞跡の一部を整備したものである。掛けろま島は、奄美大島の南側に、大島海峡を挟んで存在する東西に細長い、離島である。大島海峡は、水深が深く、東西両側で外海に接続していることから、海峡内の掛けろ島側にある、 薩ツカワ湾が連合艦隊の白地として用いられていた。この白地を防衛するために、大島海峡東端に面した、かけろま島の安足場集落東側のかけろま島東端に軍事施設が置かれていた。もともとは1920年頃から旧日本陸軍が、天マ大島要塞として、砲台を設置していたが、1941年から海軍によって、 放題として整備されて利用されるようになった。この際に大島海峡東端に設置した防戦網や完成機雷を遠隔操作する金子寺崎防備英所が建設されている。太平洋戦争後、連合軍によって武装解除を受けたが、今でも弾薬庫や防備英所の建物が残存している。現在は公園として整備されている。かけろま島のドンの裏には、 特攻艇信用の基地が置かれていた。また、渡り連集落と安足場集落の間の岬の突端に、1944年8月に、大島防備隊増援部隊として編成された、対空砲部隊が展開していた。斎藤新海軍隊員率いる98名の部隊が12センチ、広角砲4門と13ミリ機銃2門を装備していた。実際に、 奄美大島に来週した敵機との交戦があり、日本側の記録では18機を撃墜しているとされる。一方、5名の戦死者と18名の負傷者を出している。ありがとうございます。